こんにちは、ゆうです。パンダのお時間です。はい、今日無課金サーバーから芝居のあるやっていきたいと思います。あの方、おめでとうございます。はい、何、どこまで言ったっけただいまね、撮影時点で4月26日の、17時になろうというところなんですけど、ちょっとね、僕20時にあの通常動画をそのアップするっていうその、目標とを立てておりまして、それで、ね、16時からその、ね、あのデビルガンダムですけど、はい、まあ、一応ね、もうオープニングだけ、はい、前撮りでございます。はい、前乗りみたいにね、前撮りです。はい、もうね、はい、とりあえずね、適当にそのちょっと詳細を見たら、ガンダムコラボキャラがやっぱねステータスアップするということで、はい、結構真面目にちょっとあの集会とかじゃなくて、あの降臨戦みたいにね、あのちょっとガチで編成考えてきたんで、それではね、早速ご紹介したいと思います。はい、こちらになりますね。一応ね、ジャスティスはそのこそっとあの塗装交換しといたんで、はい、バッジはあのハロバッジって、ハロバッジ、ガンダムシリーズコラボキャラクターガンダムバッジですね。はい、それではご紹介しましょう。リーダーのプロビデンスガンダムに小学生無効貫通、スケッチの撮影、離脱に対して天夜叉のコート、あのブラックバードが相方なんで、今回あのね、ヘイストも必要ということで、それで天夜叉のコードをつけております。リーダー付きが闇の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が14枚、3コンボ加算、マシンタイプのテンパラメーターが 2.3 倍となっております。で、こちらのプロビデンスガンダムのプロビデンスループですね、今回。はい。プロビデンスループに、中学生また無効貫通にスキル、ブーストプラスプラス、で、スキルチェーン2つに、食状貯蔵庫、あの、抱き武器ですね。はい。テープと、これが二段変数と、はい、あと泥強も補っておりますね。そのスキルでね、ちょっとね、あの回復6解除して、回復以外から闇を6個で、自分のダメージ上限値が50億になるんで、そんなにね、あの上限解放は、上限解放潜在はその重要じゃないかなという感じですね。はい、無効貫通がどうしてもなかったんで、はい、まあ、冬ではないやろうということで、はい、無効貫通プラスにしております、2体とも。で、こちらが、もうちょっと、冬ではないということで、って言った途端、冬ついてるんですけど、はい。ペーネロペですね。ペーネロペ、唯一引けたダイヤですね。初回のガチャで、はい。で、スキル、中学生が冬で、潜在がスキルブーストプラスプラス、スキルチェーン2つ。虫柱の通行ですね。ダメージ吸収、毒性吸収、向こう来た時に、虫柱の通行しようと。あとは、闇にちょっとね、付属性を揃えようという感じですね。あと、10コンボ強化は3つだけあったんで、スキルも補いつつ、7コンボ強化を補いつつ、闇泥強、優位も補いつつという感じですね。で、スキルがね、一旦の間、操作時間、回復力、マシンタイプの攻撃力が2倍、全員ダメージ上限値が50億ということで、はい。吸収が切れたら、これを使っていこうという感じですね。で、こちらが、マシンタイプにね、全パラメーターがかかるということで、久しぶりにタッチャン使ってみました。タッチャン、僕、友達ではございません。はい。スキルチェーン2つに、一応ね、毒目覚め先生が、全パラ強化入るんで、ちょっと痛いかなと思って、回復努力もないんで、はい、今回、スキルチェーン2つに毒目覚め耐性。で、こちらは虫柱の通行使って、はい。76、で、変身時にダメージ無効化張るんで、これも込みで、ブラックバード変身整えていきたいなと。はい。で、変身後が、マテリアルバースト発動なんですけど、上限値が80億解放で、盤面76マス。で、エンハにもなって、はい。デバフ奪い返し、盤面奪い返しにもちょうどいいかなと。でね、はい、こんな感じにしております。で、こちらがエピオンですね。今回ガンダムコラボ、もりもりですね。これもね、冬ついてるんですけどね、ちょっとめんどくさいんで、はい。全パラに変えようかな、勝てへんかったら。一応、神キラーに上限解放。で、神座の、アマテラス武器ですね。ここはね、もう完全にサポート要員として割り切っております。あと、雲耐性と。はい。そのスキルが、消せないドロップだけ解除なんですけど、あと、盤面奪い返しと、強化ドロップと。で、その前に、消せないバインド、覚醒無効全部来たら、こちらで、ちょっと補っていこうかなという感じですね。そちらだと指もりもりと、あと回復努力をちょっとだけね、もりたかったんで、はい。で、ワンチャン火も消せたら、三色攻撃強化も入るということで、はい、入れております。弱者を作り出すのは強者がスキル上げしてへんや。これスキル上げときますわ、後で。はい。ちょっと走り込みしておきます。で、こちらが、サブのブラックバードなんですけど、スキルチェーン4つ。神キラー、一応ね、神タイプ多分出てこないんですけどね、はい。
まあ、新規一応マウンつけときました。もうついてたんで、もうなんか GM つけるのもったいないなと思って、はい。で、あの、マグニート武器つけて、ちょっと泥強も補っておると、はい、補っておるとって。で、これ変身後はこの、こんな感じですね。はい、闇の2コンボ以上でダメージ 78% 軽攻撃力が30倍3コンボ加算。固定250万ダメージ。はい。プロビデンスがね、固定がなかったのと、あと全パラでちょっとステータス持ってくれるんで、あと軽減倍率がね、あとちょっと欲しいなと思って、今回ブラックバードと、ちょっと無課金アカウントっぽく組んでおります。で、まあ、もう一回言いますけど、バッチはガンダムバッチです。それでは、18時まで、ちょ、ここの部分だけ編集しようかな。はい。それでは、はい。17時59分ですね、今。勝手に動画一人で待機しております。一人で喋っております。いやどんなんやろどんなんやろ、ちょっとなんか、あ、18時になったよ。おい、出てきた。はい、デビルガンダム降臨。希望の未来で都合、超絶怪物級、一人モード限定ですね。はい、それではね、先ほどご紹介したパーティーで、エピオンもスキルレベル上げてきたんで、それでは、最高。ちょっと BGM はね、ちょっいろいろと考えられるんで、ちょっと変えております。はい。よし。じゃあ、ブラックバード変身させて、で、タッチャン変身させて、どっちか使おうかな、これ。どっちか使っても一緒やねんな、別に。よし。他者より先へ。他者より強く。他者より先へ。OK。で、マテリアルバースト発動させようか。で、他者より強く、他者より先へ。はいはい。たっちゃんが十字持ってるんで、十字にしようか、これやったら。別に回復せんでもいいし。よし。よしよし。うわ、ちょっと硬いね。まあ。え？あ、一緒にあれ倒さなあかんってこと？じゃあ、無効貫通いこう。今はしゃあないっすね。あ、ちょっと待って。他者より強く、他者よりさっき言ってへんかったな、今。危ない、危ない。これもう縦にしようか。絶対ミスってるけどね。あ、でも削れてると。縦の方が、あ、硬かったからか。よし、OK。んで？悪いことは言わん。シュバルツ、あ、毒目覚め来たね、やっぱり。お前に勝ち目はない。オッケーオッケー、向こうが張ってるし大丈夫。お前に勝ち目はないと言われたらね、勝ちたくなってきますわ。よし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 。待って、こうで、なんか分割ちょっと怪しいけど、オッケー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 。さあ、皆さんはね、BGM 楽しんでいただいて。おー、ぶねー。よしよしよし。他者より強く、他者より先へ。これあるかな、あるよね、あるよね。よし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 。これで10コンボはいったでしょ？ OK。OK。ブラックバードに遅延を張ってるんで3フロア。OK。ガンダムヘッド。あ、これだんだん変身していく経過。DG 細胞。おぉ。来たか。やっぱりこれ。あんま関係ないのよね、実際。他者より強く、他者より先へ。互換通もつけてるんで。じゃあどうしようかな。分割で行ってみようか、一回。はい。よしよし。おっ。オッケーオッケーオッケー。毒耐性、あ、そうか。危ねえ、危ない危ない。んで、ちょっと待って。他者より強く、他者より先へ。これで、はい、ちょっとね、
ドックが落としになってるんですけど、よしよし、オッケーオッケー。ヨモナガ名教室マスターアジア、つけ上がるな。うわー、デバフ食らった。ヒギ十二王宝牌大遮蔽。オッケーオッケーオッケー。じゃあね、これはちょっとタッちゃん使って、よしよしよし、他者より先へどうしようかな。いや、これあれですね、他者より先へ使って、他者より先へ。で、レイン使おうか。ペンヘイム、ペンネルペイか。ごめんなさいね、ちょっと僕の中ではその全然レインで通じるんですけど、通じない方は多々いらっしゃいますよね。よしよし、回復もアップさせて、こうで、こうしようか。うわ、やっぱ、ちょっと待って、あれ、どけたつもりだったのに。やばいぜ。あ、よかった。よしよしよし、回復しといたおかげでよかったと。で、こう、他者より先へ置いといて、やで。で、この子は闇が見やすいんで、で、回復をこうで、誰もアシストの光線で積んでへんよね。そう、ちょっと盲点やったな、そこは。よし、いけ。で、これが、デビルガンダム背面無効貫通ね。ガンダムバッチつけてるからね。オッケーオッケーオッケー。で、他者より強く。まあ、あとはあれですね。で、回復があれやから、吹き捨てないされたらちょっと欲しいかな。あ、これか。回復エルジ忘れてた。回復エルジで耐えて、よいしょ。オッケーオッケー。回復エルジなかったら危なかったかな。はい。なんとかね、回復エルジここまでね、耐久して、回復エルジで作りつつ、エピオンとマテリアルバースト発動で、76にしつつ回復を確保しつつ、で、ブラックバードで水が当たる回復しつつっていう感じで、耐久してきました。それでは、よく振ってきましたよ。で、コンボ現象はもう諦め、でもなんか全然そのダメージが逆に入るんで、無効貫通組みに行かんと。もうこれ行きましたね。で、ここでやっと無効貫通が消えると。よしよし、 OK。 はい。で、また7個目くし、うーい、おぶねー。で、ちょっと待って。マテリアルバース発動させようか。で、これも使っといて。これがね、やっぱブラックバードがね、いいかもしんない。回復するから、回復作ってくるから。で、レーンゲームで全開放して。でもこれは平積みでいきましょうか。よしよし。はいはいはい。よし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 。オッケーオッケーオッケー。よーし、けたー。いや、ポイントはね、回復エルジーと耐久っすね。あー、勝てたー。はい、デビルガンダムゲットでございます。いやー、なかなかね、まあ、無課金アカウントでしては多分大変やったでしょうね。ユニコーンとかやったらね、もう楽勝だと思うんですけど。これはスキルターンは ?36 ターンなんや。よし、それでは報酬いただいて。
クリア報酬。まずはね、G ね。ちょっと保護して。G って、もうね、ちょっとどんなんやろ。おー、オッケー。で、これですよ、本番は。最後に。クリア報酬。あ、おかんとここれで決めようか。はい。星6以上確定。デビルガンダム降臨のクリア報酬です。これにかかってます。これで、ユニコーンを引けたら僕は、ユニコーン！ああ、ラクス！あ、これはちょっと待って。これ嬉しいぞ。嬉しいけどね、あのサポート役はね。あ、でもこれ水、あれか。グスタフ・カールとか、あの、エクシアいるから、ダブルオーライザーとかの方が変える？はい。こんな感じでございました。私の結果はこんな感じでございました。あ、昨日からちょっと僕整理してみよう。はい。どうだったでしょうか？ちょっと18位ということでね、ちょっと急ぎで、はい、動画作らせていただくと思うんですけど、はい。あと BGM もね、多分その、皆さんと聞いてる、僕全く聞いてないので、はい、どんなか適当に差し込ませていただくんですが、はい。多分ね、他の方が周回線編成とかあげはるんですけど、もう柴犬ならではのね、柴犬丸ならではの無課金アカウントならではのちょっとね、まあ、激アツの戦いがちょっとできましたね、ガンダム。ちょっと回復もちょっと漏れるキャラがね、いたらね、もっと楽になってましたけどね。はい。それではここの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ動画の感想や、どんなパーティーでクリアしたよとか、百式、どんなんがおすすめとか、はい、とうとうありましたら、コメントいただけると幸いでございます。ちょっと、ほんまに、よろしかったら、評価も。あとね、SNS の概要欄に貼ってある SNS のフォローもよろしくお願いします。はい、そしたら、今回は、お相手は私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。